体調はバッチリですね。やるべきことはやってきたんで、あとはリングの上で出すだけって感じです。やっぱ懸案ファンの皆さんは僕のことを応援してくれると思うんで、そういうのも力になるんで、はい、負けられないです。クラッシュのベルトと K1 のこれからのベルトを取る人間として、よりこう力の差を見せつけて勝ちたいなと思います。トーマ選手とか熊田選手に比べて知名度とか低いんですけど、あの先方ということで次につなげるために一番こう盛り上げる試合ができたらいいなと思います。になるじゃないですか。なんか結構ワクワクしてます。楽しみです。そうですね。まあでも普段の試合と変わらない感じですね。いい感じに調子もいいんで、はい。実際に向かい合ってみて昨日いかがでしょう。結構大きいなと思いましたね。僕も大きい方なんですけど。あんま自分より大きい人と試合したことって本当数えるぐらいしかないんで、その中でも結構大きい方なんで、ちょっとそこのリーチの長さがどうなるのかなって感じは、はい、ありますね。先鋒戦ということで、はい、重要な一発目ですけど、はい、その辺はどうですか。そうですね、まあ、でもあんまでも気にしないようにします。自分の試合ができればなと思ってます。はい、気負わずに、はい、いきます。改めてコンディション、コンディションめっちゃいいっすよ。めっちゃいい。あ、結構世間の声では向こう勝つみたいな感じ言われてますけど、はい、どうですか。気にしてないですね。対抗戦とかほんまどうでもよくて、何やろ、相手が強いんで燃えてます。久々の方が勝てるか勝てないか分かんないぐらい、はい、その方が面白いでしょ。毎日頑張ってますけど、はい、楽しみです。改めて意気込み、意気込み、しっかり勝ってみせるんで楽しみにしててください。いや、楽しみです。まあ、あとはやるだけですね、はい。あんまりこう意識しすぎてないみたいな部分もあるって感じ。まあ、そうですね。考えすぎないんで、とりあえず、まあ、試合に集中って感じで、はい。
まあ、ライズ代表として僕は勝てればいいかなって、まあ、勝たないといけないかなっていう感じです。コンディションはいかがですか？コンディションですか？コンディションはリカバリーもしっかりできてめちゃくちゃいい状態に仕上がりました。K1 の、そうですね、K1 対ライズの対抗戦の取りでやってるってことはもう K1 を背負ってることだと思ってるんで、もう そうですね、もう他の K1 ファイターたちの思いも含めて、でザマッチの借りもあるんで、そういった意味で絶対負けてないですね。ここの試合勝たないと先もないと思うんで、そうですね、まあ、今日はライズのチャンピオンを倒すことだけを考えて、まあ、勝ったらおのずと先が開けると思うんで、今日はその鈴木選手だけに集中したいと思います。今日は格闘技の新たな歴史の瞬間が見れると思うんで、そこを見逃さないで楽しみにしててほしいです。今日迎えてどうお気持ちが、今日迎えて気持ちが、今日迎えて、はい、早く戦いたいですね。ワクワクしてます。K1 のリングやっぱり新鮮なんで、まあ、存分に鈴木雅彦の試合を見せようかなと思います。特に K1 だからって意識することとかありますか？まあ、特にないですけど、まあ、いつも通り全開でいきたいと思います。おはようございます。まあ、とりあえずワクワクしてます、はい、いやアウェーめちゃくちゃアウェーじゃないですか。まあ、でもそういうのも燃えますね逆に、はい。まあ、思う存分に鈴木雅彦の試合をしようと思っています。前の2試合ともライズが勝ってつなげていただけると最高なんですけど、まあでもそこまで意識はせずにライズ王者としてしっかり仕事したいと思います。Thank you.
Thank you.
やりにくい感じ。うまく逃げられたなって感じです。ここで滑ったところに相手のストレートが、はい、前蹴りスコーンとこう前蹴りを打ったときなんか滑ったんですよ。ここで足がね引っ掛けて、先にこういってますもんね。最悪だな、うん、足と足を絡まったんでしょ。そうです。で滑ったところにちょうど相手のストレートがこつれてきて全然効いてないんですけど、まあ相手のこうリーチが長くてやりづらいっていうのは、まあ、最初から分かってたことなんで、まあ、その想像以上のものあったんですけど、まあ、そこでそれを崩す戦いができなかった、まあのが全然もっともっと必要だったなってそこの練習が思います、はい。まあ、でもその緊張感とかこう変な、力が入ってとかなくいつも通りできたんで、でもやっぱね、こう違う舞台で試合するというのはいい経験になるんで、はい、すごく勉強になりました。ちょっとね、先鋒戦で負けちゃったんでね、僕チバルグライズできんですかね、多分細々と頑張ります、コツコツ、はい、もう本当目の前の試合1個ずつしっかりまた積み上げていくしかないなと思ってます。マッコイ様、あれなかったら危なかったです。いや超印象悪かったし。そうなの、印象悪くはないんだけどね。いやでも、まあ、結構パンチもらったっすね。頑張ってください。固まったところで、足止まったところで、あら怖がって、倒せた場面もあったと思うし、相手の攻撃をもっともらわないで勝つことはできたと思うんですけど、まあ、結果勝ててよかったなっていうのが一番で、まあ、これからもっと強くなっていかないと。一応谷川選手強かったんですけど、ライズのチャンピオンとかではないんで、その上を目指すってなったらもっと自分の実力を上げていかないとダメだなっていうふうに実感しました。こうやっぱどうしてもトーマ選手とか久保田選手が注目されてて、俺があんま注目されてなかったんで、ちょっとここでギャフンと言わせようっていうか思ってたんですけど、やっぱりまだまだちょっとその実力が足りなかったなって思います。強かったですね、シンプルに。で技もいろんな技があって、こうそうですね、リーチとかも長くてセコンドの声とかもめっちゃちゃんと聞いてるような感じのタイプの選手だったので、やっぱ毎回そうなんですけど、やっぱ自分より実力のあるっていうか戦績が上の選手とやって得ることがたくさんあるので、今回もそういろんなことを得られました。あのダウンは振り返ってみたらどうでした？そうですね、入ってきたところに多分左フック合わせてダウン取ったと思うんですけど、右もそうなんですけど、右を試合中に負傷しちゃうこととかがあって、その練習の、その負傷してる間の練習で左フックとかよく練習してたんで、それが自然に出て倒せたんで、そこがちょっと収穫というか、こう左フック強くするためにフィジカルトレーナーの方に
その筋トレとかもやってもらってたんで、そういう子がまた1個出せたのはいいことかなと思います。こういう注目されて、ケイズフェスタってめちゃめちゃ大きい舞台で、さらにこう特別注目された試合だと思うんで、これ乗り越えればもっと強くなれるなって試合前から思ってたんで、無事乗り越えて、しかも勝ててすごい良かったと思います。 K1 のベルトは絶対取りたいんで、まずはそこを目標にして、でもし対抗戦とかあったら、次はライズのチャンピオンとできるぐらい自分が強くて有名な選手になれるように、これからまた一歩ずつ頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。よかったですね。判定に入ります。青安本。
本、ジャッジ水谷30対28、青安本。以上判定3対0をもちまして、勝者青コーナー安本ハルト。悪い、あの受け方だけ、あれがめちゃくちゃやっぱ印象が悪い。3でなんか、3で、なんか、あ、大体、言ってること分かって、言ったらめっちゃやりやすかったから、すごい多分2から言っといたね。2でちょっと手間取って、みたいな。で、3で帰ってきた時に、もう言ったことがめっちゃ分かったから、あ、それやと思ってたら、めっちゃやりやすくなったから、その2があかんかったな。でもあれだけは、受け方っぽいし、もう軍事の時もそうだし、あのパンチのブロッキングの仕方、あれだけは。でもなんか、厳しいこと言ったら、お前ここで今勝てへんレベルなんだ。レベル上げな無理やろ。ここで勝てないと。で、内容とかさ、内容とか悪くないの、ね、悪いとこも出てるわけやん。それは自分でも理解したわけやん。これが講師のあるとか。でもやっぱ今お前が、今ここでは、いやマジこれ大事やし、聞いた方がいいで。悔しいのはわかるけど、でも今まだお前ここで勝てる選手じゃないんじゃない。だからもっとこれ上げるしかない、レベルを。聞いてる？これ大事やねマジで。俺も悔しいって死ぬほど。でもこれね、やっぱ自分の未熟さとか自分の弱さってのは絶対な、自分で受け入れないと強くなれへんのよ。わかる？意味わかるけ？目指してんのはどこやねん。お前が目指してる場所ってどこ？世界強くなんやろ。いや、ちゃうの。いやもう無理やってやめたらええやん、別に。無理やって思うんやったら。先生どっちな？ちゃう？世界強くなんやろ。この負け受け入れへんかったら世界強くなれへんと思う。もう限界になってやめろ。ここがもう俺これ以上できへんと、これ以上限界になってもやめたやん。足止めていいよ別に。お前が止まったらみんな止まるよ。別に無理やり押さへん。ちゃうけ？己の未熟さを知らないと。やってへんなんか誰も言ってへん。みんなやってるの知ってるよ。お前よりやってるやつが見たことないよ俺。それでも届かへんやから、もっと強くなるしかないんじゃないの？な、はい。いや、後悔する練習してないやろ、別に。いや、じゃあマジでトーマ、下向くな、はい。後悔する練習してへんやん。全部やってきたよ。ある？これやっといてよかったらあるけ？ないやろ。今安本くんの方が強かったんやん。それだけじゃないの。やり返したらええやん。軍司くんだってそうよ。初めっから強いやつおるけ？お前も初めから強かったんけ。いろんな人に伝わってきるのもあって、いろんな人に力借りて今ここにいんやろ。ちゃうの、初めから強いやついる。おい、お前ここ正念場やぞ。ここ踏ん張らへんかったら多分腐っていくぞ。強くはなれへん。自分と向き合え。目そらすなよ。絶対そらしたらあかんで。嫌なことから目そらすな。しんどい道選べ。そう言ってたやん、ちっちゃい頃から。ちゃう？みんなついていくから。お前が進まんと。どうも。
お前が止まったら俺ら迷うぞ。みんなお前につい引っ張って、お前について言ってんねんぞ。俺らが引っ張ってんのちゃうぞ。上に上がれば上がるほど孤独になってしんどくなんで、そらチャンピオンもみんな一緒やろ。軍事軍だってそうやろ。そこに行こうとしてんやろ。お前もっと孤独でもっと辛いし、もっといろんなもん背負わなあかんで、上に上がれば上がるほど。それが嫌やったら今逃げろ。ようやって強かったって感じやどうも進め。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか足りひんのかなと思いますね。あと1個そうっすね。そこからね、ほんまになんかあんまりやることやってきたんで、逆にこれ以上僕には今ないんで、もっと強くなるだけかなって、はい、3でいけるみたいな感じで確信して行ったら、それを2から言っといたらよかったなと思って、そこを後悔します。もっとも強いの分かってたんで、やし強さというか強かったんですけど、別に負けてるんですけど、なんていうの、絶対一生勝てへんなっていう相手ではなかったんで、またどっかでやれるってやりたいですね。マキさんがほんま悔しいですね。対抗戦と関係なく、もっと自分見つめ直して、あかんとこなくして、次の試合もっと活かせたらいいかなと思います。はい、選手退場。どうだったみたいな。いや、強かったと思います。久保選手いや、打ち合いですよ、師匠。いや、もうかなり、でもなんかね、やっぱアドレナリンマックスだった、最後。ノートボディのチラシが良かった。いやぁ。あと一個。TF に合わせたパンチャーが、卓越した部分で、常に KO を狙いに行く。いやぁ、マジで、解放された。本当に。まあ楽しかったな。超頭痛い。頭痛いっす。もらった？超もらったやん。バリバリもらった。なんかでももうでももらっても全然効かねえと思って。あんま気にしてなかった。なんかでもちゃんとって感じ。いやー、よかったですね。でもすごい緊張しました。やっぱいつもと違って、はいはい、そうですね。アウェイでの、はい、いやもうアウェイなんで、マジやってやろうっていう気持ちでやりましたね。最後の選手の印象って改めていかがですか。いや、マジ強かったです。で、終わった後もすごいありがとうございましたって言ってくれたんで、いやめちゃめちゃいい選手ですね。そうそう、結構リンクの中で結構長く話してて、はい、何話してたんですか。いや、マジ強かったよって、なんつうんですかね、まあ元々知ってたんで、やっぱりそこはこう決まってから結構バチ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 っていうか、まあ、見ないふりしてたんですけど、まあ、ここで一気に距離が縮まったなっていう感じですね。ティアマジュここで負けたら本当にどうしようと思ってたんで、マジで手が出ないと勝たないといけないというか、本当良かったですね。いやマジ良かった。ありがとうございました。ありがとうございます。強すぎた。いやいや、めちゃめちゃ僕もどうやって入ろうかなって思ってましたね。
レイク。はい。卓球に参ります。木村まさし。すいませんでした。すいませんでした。すいません。フラッシュですね。うまいこと顎切れやったの見えない。入ってるのもちゃんと。やられましたね。それだけです。もう絶対負けたらあかんし。まあもう今は何も考えれないですね。僕結構ジャブでやられることが多くて、自分自身がもう成長できてないなっていうのと、相手が上手かったらそれだけですね。まあやり返したいですけど、まあ今はもうそんなことも言えないです。皆さん応援ありがとうございました。負けてすいません。もう今はそれしかないですね。そこで、いや今回負けたらマジ終わってやる。大丈夫、全部取り返せるぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、よかった。よし、無理に近くだよ。こういう練習しよう。そこで、そこで危ない。ジャブとかもラインを全部当たってたから、ここ最悪絶対ここでいけるって思って、もう今回ミッドでそこは明確に見えたんで、ここでどんだけ来てもどうと思ってて、で来た時にだからなんていうんですか、余裕があったら他の攻撃しちゃうっていう、最悪ここっていうので、ここだったら絶対負けないっていう、そこありきの。そっちだ。シュートシル君が 0.5 いってくる。僕ずっと1で話してよかったな。ナイスファイト。いや、マジでありがとうございました。まあ、今までにないところのいろんな戦いとかも今回あったんですけど、まあ、それも今後 K-1 を背負っていくためには必要なことだと思うんで、まあ、今回も、まあ、その、なんですか、まだまだですけど、まあ、背負う第一歩になったかなって思います。
どうですか、鈴木選手の強さみたいなものをどういう風に感じましたか。やっぱめちゃめちゃ効いてたと思うんですけど、まあ、最後まで前に来てたし、まあ、やっぱさすがライズのトップファイターチャンピオンだなって思いました、ね。どうでしたか、ダウンの感触みたいな。ダウンの感触はまあちょっと向こうが多分倒しに多分ちょっと来てるなと思ったんで、そこでしっかりまあジャブは常に当たるライン狙ってたんで、まあ、ダウン取れるか分からなかったですけど、まあ、思ったより多分向こうが倒しに来てた分その分効いたのかなっていう感じです。絶対ここは、負けれなかったんで、絶対負けれなかったところなんで、もう自分自身の戦いでもあるし、 K-1 を背負ってるっていうか、もう自分だけの責任で終われない戦いだったんで今回は、まあ、とにかく勝ててよかったですよ。判定2対0を持ちまして、勝者赤コーナー金子明宏。しっかり金子選手はやりがいしたかったんで、もう勝ってくれて、もう今回の試合は僕はコンペット選手に負けてて、で鈴木選手はじゃあ金子選手は鈴木選手に負けてて、負けた相手とやってお互い勝ってるんで、まあ実質もうトップ2人のあとは残る、金子選手だけやろという、勝った者同士で次はもう一回やってもう決着つけたいですね。強くなってると思うんで、次やったら、差を見せて成長したところを見せて勝ちたいですね。まず K-1 のベルトを取って、で K-1 のベルトを、そうですね、世界のもっと価値を高めていくことがこれからの役目かなと思います。逆にガツガツ来てくれないと難しいよ、相手のスタイルが。まだ今20分の20歳です。そこから